その顔は。あなた新しいリアクションを求めてるのね。じゃ、期待に応えなくっちゃ。何も言ってないよ。皆さん、こんにちは。ただいまのアイナトーン時刻は2020年6月17日水曜日の午後5時2分です。今日は特にお知らせはありません。週も半ばになりましたので、後半も元気に過ごせるように無理はなさらないでくださいね。それでは、なんか置いてある飲み物とか変わったらいいのに。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。お、スマホが鳴っている。もしもし、こちらはたぬき商店のももきです。買取ボックスに入れてくださったお品物の代金15,040ベルをお口座に振り込ませていただきました。ご利用ありがとうございました。またのご来店をお待ちしております。私なんか買ったんやっけ、違うっけ。あ、ライオネル。お届け物です、アイナくん。この間夢を見たんだ。君と僕が同じ屋根の下で暮らしている夢をね。君が夢の中でこれを探していたから手に入れておいたよ。また夢で会おう、ライオネルより。なんかちょっとストーカーチックな感じすごいなんか怪しい手紙を。ズボンプレッサー。何ズボンプレッサーって。ズボンをなんかアイロンする感じのやつ。ちょっとどいて。多分そういうことよね。え、違う？これ上なんかジャケット引っ掛けたのかな。あ、よねよね。で、下にズボン。え、こんなん初めて見たんやけど。へえ。え、一般家庭にあるもの？一般かどうかわからんけど。え、普通に家庭にあるもの？業務用？いまいちよくわからないけど。とね、今回はね、マイデザインを、ヤマトさんがマイデザインを作ってくれたので、それをちょっと読み取っていきたいと思います。いらっしゃい。手作りファッションの店、エイブルシスターズへようこそ。そういえば、仕立て屋クーポンもね、ケイトさんにもらっとったんよね。マイデザインショーケースへようこそ。マイデザインショーケースでは、オンラインであなたのマイデザインを公開したり、世界中のマイデザインを入手してきます。早速、ご利用になりますか？利用します。初めてや。はい、ってことで、マイデザインショーケースへようこそ。作品 ID。一応コメント欄に、ヤマトさんがね、作品 ID を書いてくれとったけん、それで検索していきたいと思います。はい、これが、アユナネコパーカー。これ保存していきます。え、すごい。世界って書いてる。世界って書いてる。保存します。で、これをプロデザインの、まあ、この何にも書いてない型紙のところに保存していくと。お、すごい。プロデザインのタブが解禁されました。プロデザイン。プロデザインは通常のマイデザインよりも細かい部分までこだわって編集できるプロ仕様のマイデザインです。プロデザインを新規作成、編集するには、マイデザインのスマホアプリをアップグレードする必要があります。身につけることは可能です。ほうほうほう。うん、いまいちわからんけど、ここまで進めてきたってことは、私は、アップグレードはしとんかな。アプリのアップグレードは案内所にあるタノポートからマイルと交換で行うことができます。あ、なるほどね。してないわ、じゃあ。まあ、身につけることはできるんよね。オッケー。そしてもう一つ。はい、これがアユラネコ T シャツ。これも世界って書いてる。半袖 T シャツ。なるほど。はい、これで。オッケー。終了する。これどうやって身につけるんやろ。あ、こっちか、アプリ？マイデザイン。マイデザイン。このアプリでは服として身につけたり、様々な場所に貼って使えるマイデザインを作ることができます。アプリに保存されるマイデザインは、島に住む他の住人、プレイヤーと共有されます。あなたが作ったマイデザインは、お出かけなどの通信プレイを通じて、いろんな人に見られる可能性があります。他人の権利を侵害するもの、自分や他人のプライベートな情報や、他人に不快な思いを与えるようなものは書かないでくださいね。プライベートな情報をマイデザインにするとはどういう？んと？なんか、さっき出とったね、マーク。このマークがついたマイデザインについては、あなたが作者でないマイデザインには選択時に、
このマークがついていますと。これ編集が加えれんってこと？あ、このマークがついてマイルデザインは書き換えることができないので、この枠を編集したい場合は先にマイルデザインを削除してください。ふんふん。タヌポータル経由で QR コードから読み取った 3DS のマイルデザインをダウンロードする機能が追加されました。QR コードからタヌポータル経由？ふんふんふん。マイルデザインの読み取り方法は、Nintendo Switch Online アプリ内のゲーム連携サービスからタヌポータルにアクセスしてご確認ください。あれか。現実の世界のスマホアプリのやつ？ってことで、プロデザイン。これを身につける。あ、すごい！見て見て。ちょ、キニオさん。こんな感じ。アイラネコパーカー。良きじゃない？良きじゃない？そして、もう一個の、アイラネコ T シャツ。じゃん。あ、半袖になった。パッと見の違いは、半袖かどうかっていう袖の長さぐらいしかわからん感じかな。こんな感じです。ちょっと付きまとわないで。付きまとわないで。じゃあ今日は私これでうろつこうかな。おおきに、またどうぞ。どうもよし。おお、なになに、びっくりした。アイラさん、どう？リアクションは活用できてるかしら？リアクションなかなかね、するタイミングがちょっと、みんなどっか行くし。その顔は。あなた新しいリアクションを求めてるのね。じゃ、期待に応えなくっちゃ。何も言ってないよ。何がいいかしら。ダメ。今日は気分が乗らないわ。はぁ、それね。今の？ため息のリアクションよ。これでよければ使ってみる？ならだわ。イエーイ。ため息なリアクションを教えてもらった。はぁ。これあれかな、パーカーと。パーカーの場合は後ろに、ちゃんとフードがついてるんだろうか。何？急に、ストレッチ始めた。はい、たぬきマイレージプラス。ん？何がついたんだろうか。あ、これか。リアクションで充実コミュニケーション。4段階目。肩書き、ピンの芸人、たぬきマイル2000マイルゲット。そうよ、師匠はどうなったん？師匠は。出てこないの？出てこないんすか？師匠は。寂しいわー。お、ハンナちゃん。たまにはうちも休憩しなきゃね。頑張りすぎるのは体の毒だって、この前テレビで言ったからさ、だってね。ふんふんふん。まあね、頑張りすぎは確かによろしくない。ん、今、ライオネルがいたような気がする。お、ルーシーだったわ。ごめんね、ライオネルと間違えて。あら、アイラさん、よ。おしゃべりしよう。アイラさんは今日どんな風にお過ごしなんでしょうか？すごく興味があります、よ。別に、めちゃくちゃ普通に過ごしておりますけれども。あ、今、常吉おった。ちょ、待って。あれか、別に、はしごで登っていけばいいか。あ、待って。君。よし。常吉あんなところに現れるんか。あれだよね、来訪者のさ、お知らせを全然、姿勢さんがしてくれないから。なんで亡くなったん、あれ。飛び盛りの時あったよね。あ、これはこれは、アイナさんやないですか。どうもどうもどうも。先日は作品をお買いいただいて、誠にありがとうございました。いやー、アイナとは居心地も人もええですよね。惚れ込んでしまいました。いろんな意味で。実はこちらの島の皆さんにも、自慢の商品をお手頃価格で提供させてもらうことに決めたんですけどね。何分貴重な品を扱ってますんで、十分に信用のおける方限定で、店やご案内しようと思ってるんです。あれ以来初めてなんよね、あったの。びっくりじゃない？どんだけこんのって感じ。それとも私が発見できんかっただけかもしれんけど。お客さん、綺麗な目をしてはりますわ。素晴らしい美術品や家具の数々、ちょっと見ていかれません？気になるかも。まあ怪しいとは思うけど。そうでしょう、そうでしょう。今日もええ品をこっそりお持ちしてますよ。あ、いえいえ、別にこっそり言ってもやましいことなんて一つもないんですけどね。まあまあまあ、ともかく。あとで北の浜辺来てみてくださいって。後悔はしませんよ。へっへっへ。へっへっへ。怪しすぎ。お。あっこよね。私がなかなか発見できなかった。北の浜辺。どこや。この辺じゃなかったっけ。
あ、あったあったあったはい、おったー。この目立たん場所に。すね、意外と浅かった。ん？待って、いけん、あ、さらに下なのね。なるほど。初めて入る。おー、暗。お、アイナさん、来てくれはったんですね。お待ちしておりました。なんでさ、電気つけたりせんの、怖。ほんまにすいませんね。こんなとこまでお呼び立てしもて、お呼び立てしてしもうて。ほな、まずは軽くうちの店のことご説明させてもらいましょうか。うちは稲荷マーケット言うて、絵画や彫刻なんかの美術品や、珍しい家具を扱わせてもらってます。誰もが知ってる有名なアート作品や、この辺ではなかなか買えないレアな品物に、必ずご満足いただけると思いますよ。ちなみに、美術品はほんまに貴重な品なんで、お買い求めはお一人様一点ずつに限らせてもらってます。ささ、まあとにかく見ていってください。へっへっへ。へっへっへ。うわぁ、なんか怖いな。普通の商品も置いとんやね。え？他ではなかなかお目にかかれない？これなんか普通にさ、たぬきショッピングで置いてない？あとこれは私こないだ、たぬき商店で買ったんですけども。買ったんですけども。何がどう本物と違うんかがよくわからんね。いやいや、お客さん、今日は美術品をお探しですか？その綺麗な名画、私の一押しなんですわ。なんと言ってもオーラが違いますからね。そんだけの名作家、いくらやと思います？いやー、信じられへんやろな。ここだけの話、今ならたったの4980ベルなんですわ。どうです、お客さん。でもこれなんか、こんなもんな気がする。じっくり見れるんやね。お、明かりがついた。こんな感じじゃなかった？こんな花飛んでなかったかな？どうでした？作者が作品に込めた思い、みたいなものが伝わってきたんとちゃいますか？なんかあんな花みたいなの飛ばしてなかった気がする。ちょっと考えます。おや、そうですか。まあまあ、他の作品もじっくり見た後で決めてもらったらええですわ。うんうん。これはこんなもんな気がするな。お、美しい彫刻にもご興味がおありで？さすがですね、お客さん。それ、わかる人にしかわからない幻の一品なんですわ。今回4980ベルで販売させてもらってるんですけど。わー、これはあかん。間違えて安くしてしすぎてもうた。じっくり見よう。え、でもこれは、え？片手だけやったっけ、なかったのって。え、こんなもんじゃない？え、多分そうやと思う。これ買おう。じゃあこれ買います。まあね、安いし。これだけのものがわずか4980ベル。この機会を逃す手はありませんよ。買った。毎度あり。ではお代金の方、頂戴します。ほう。はいはい、確かに。これでも美しい彫刻は紛れものお客さんのものですよ。作品は後ほどきっちり梱包してご自宅まで送らせてもらいますんで、楽しみに待っててくださいね。毎度お気に。思うんやけど別にその場でくれたらよくね。なんか常吉やったらさ、後から梱包して送りますねって言ってなんか偽物とすり替えそう。もし本物を選んだとして。恐ろしいわ。作品の配送の方は今しばらくお待ちくださいね。今すぐ手元に欲しいお気持ちはよくわかるんですけど、こればっかりはすみません。ほらもう怪しさ満点や。ね、恐ろしすぎるわ。あ、もしかして。初めての美術品。いや、美術品自体は初めてじゃないな。美術品コレクター。あ、最初か。肩書き、うさんくさい商売人、たぬき前で300枚でゲット。ほらもううさんくさいって言われよる。これで、美術品の収集はアイナ島の文化をより豊かにしてくれるだらも。たぬき開発は美術品を集めてくれた人にお礼のマイルを進呈するだらも。なるほど。最初にもらったやつは含まれんってことなんやね。ん？あ、こっち？階段。ありがとうでした。個性的な。あ、なるほどね。こうやって入って、下に、え、そんなスペースある？これ。めっちゃ小さいと思うけど、船。え、まだそこにいるの？ずっとおるやん。ね、ちょっとびっくりしたんやけど。
そしてよいしょー、はい、化石を掘り出した。まだ他にもなかったっけ。なんかこのさ、あの外に設置した家具、ああいう風にね、穴を埋めるときとかに、あ、スコップが穴を埋めるときとか、あと物を拾うときとかに、あの家具をしまってしまうときがあるのがね、めちゃくちゃめんどくさいんよね。なんかロック機能とかあればいいのに。あら、ごきげんようだふん。世間話でも、こんなお天気が続くと洗濯物の乾きが良くて助かりますよね、たふん。洗濯物、やっぱちゃんとそういう主婦的なことはしているのね。お、アンチョビがなんか一人で遊んでいらっしゃる。ん？リクシャどこ行ったかと思った。いや、こんにちはです。話しに来たよ。今日の空雨も降らなそうだし、お日様もお月様も喜んでるかなーです。かわいいな、言うことが。はい、それじゃあ、あの気象店。いらっしゃいませ、ませ。たぬき商店へようこそ、ようこそ。どうもー。ってことで、ちょっとこれを売りたい。買い取って。でもって、あのシンプルなパネルが欲しい。シンプルなパネルね、結構あの、なんて言うん？あれやん、リメイクしてめっちゃ使えることない？しきりに。そしてあの椅子も欲しい。あれ、アロマキャンドルかな？はい、シンプルなパネル欲しいです。今一応家に入ってすぐのところに、仕切りをして、まあ、洗濯機とか置いとんやけど、ダイナーな椅子欲しいです。今私これのソファー置いとる。この色の。ダイナーのソファーでこの色のやつ。そしてちょっとこっちの、ガラスのキャンドルホルダー。お。ピンクがいいなぁ。一応買ってくけど。一応買ってくけどピンクがいいなぁ。ありがとうございました、マスター。そしてなんかまたついたんよね。たぬきマイレージプラス。あ、なるほど、経済。元も不要品買取強化キャンペーン。買取の方やった。経済を回そうとかいう方じゃなかったわ。今日のさ、あの、メッセージボトルは、よっ。はい、メッセージボトルの中身は、サンキュー運命の人。あ、めっちゃいいこれ。この便箋かわいい。あたいのお気に入りアイドルのイメージアイテムを作りたくって、頑張って考えたレシピだよ。瓶に入れておいたから見てみてね。このレシピ絶対流行るから。作ったらみんなに自慢したい。アイディアガールアプリより。お気に入りアイドルのイメージアイテム。貝殻のベッド。絶対可愛いやつ。ふんふん。貝殻のベッドのレシピを覚えた。ちなみに貝殻のベッドは？こんな感じ。お、可愛い。いいね、いいね。今あれやん。あの、夏の貝殻とか集めて、あの、貝殻シリーズの家具をね、あの、奥の部屋に設置していきよるけん。よいしょ。何が流れてきた？キュートなソファー。何色やろう。青はちょっとなぁ。あ、赤や赤。派手。いやでもいい感じ。クッション付きなんやね。よき。あのキュートシリーズが、多分飛び盛りの時のラブリーシリーズみたいな感じなんやろうなって思うけど。てか今回、あれよね、厚盛りになってから、全体的に、変わってよね、そのシリーズ名が。はい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でまたお会いしましょう。またねー。あの、ちなみに、山本さんが作ってくれた、マイルダインの ID は、あの、みんなに使ってくださいとのことなので、ぜひぜひ読み取ってみてくださいまし。